おはようございます。いいラジオの気分です。あいにくの雪です。今年最後の雪でしょうかね。そんなわけで、ジムにもできません。雪まみれのままです。まあそんな中ですね、NGB くん、昨日ですね、今日は土曜日なんですけど、今土曜日の8時ぐらいかな、昨日ですね、金曜日の、シンデレラ過ぎまでガシャガシャやってました。でガシャガシャやってたんですが、フロントブレーキ、リアブレーキ、マスターシリンダーの方もダメでした。で今全部分解、着物を分解して、パーツリフトで調べて、これから頼みに行きます。そうすればね、明日の朝一には入ってくるので、明日はブレーキのがり組み上がるかなと思います。でその間に、リードバルブ、キャブ周りですね、キャブ周りをやって、リアはタイヤ組んじゃおうかな、チェーンかけて。で、現状のですね、データ、かっこよくとデータ、かっこいいですね、データというほどのレベルじゃないんですけど、現状のですね、設定を全部控えて、再来週ぐらいに走れればいいかなと思ってます。まあね、多少お金はかかるんですけど、しょうがないですよね。ブレーキは命預けるところですから。ただこの一番気になってる水温計、こいつはなんとかしなきゃいけないですね。そんな感じでですね、ぼちぼち、またメンテナンス始めていきたいと思います。キャブとですね、リードバルブ開けてみました。キャブはね、約8年経って、まあ、きちんと抜いて置いてたんで、状態はいいです。ジェット関係の、清掃をして、踏みたいと思います。あとはね、当然シール関係は交換ですね。リードバルブ、心配してたリードバルブなんですけど、分かるかな、問題なくですね、面が当たってます。分かりませんね。なので、これは交換しないでこのままいきたいと思います。記憶が正しければ、最後に走った台風の時に、この前に新品に変えた記憶があったような気がします。ね、ちゃんとですね、ここもね、よいしょ、よいしょ、ね、黒くちゃんと当たってますんでね、問題ないかな、ピントが合いませんね。問題ないかなと思います。これで清掃して、はい、今日のところは一通りできるところまで組み上げました。いい感じですね。ちょっとね、一部はね、まだまだ細かいところは明日やろうかなと思うんですけど、明日、ブレーキのマスター周りの部品が来ますんで、それからもう一回組み上げてですね、キャブ周りもとりあえず OK です。ニードルバルブ OK で、フロントフォークのオイルも交換しました。ちょっと今回は固めにしましたんで、どうなることやらですけども、あとはですね、オイルも、ミッションオイルも交換しました。水はまだ交換してないんですけども、まあ、とりあえず明日ということで、ね、でブレーキがまだね途中なので、マスターシリンダーは転がってます。フロントに関してはついてないですよね。でキャブ周りは先ほど言ったように OK なので、リアショックはまあこのままでいきましょう。そんなところでしょうかね。明日ちょっともう一回ね動画を撮りますんで、で一応この後ですね、火を入れた
映像を一緒に編集してつけたいと思います。プラグの焼け具合はね、また後で、ちょっとプラグリンチが今手元になかったんでちょっと撮ってこようかなと思ってます。で、水温計がこの液晶パネルが死んじゃってるんですね。まあ、これ多分56度なので、あ、57度なんで、まあ、これなら見れるかなって思ってます。